はい、おはようございます。靴が乱れはないでしょうか。集荷堂の田中です。絵画骨董買取プロの田中です。今ね、愛知県美術館で小博をやってるらしいですね。これ行きたいんだけどな。もう11月21日までちょっといよいよ迫ってますね、会期がね、終わりが。なんで山下先生が講演してくださるそうです。曽我小博といえばね、まあ江戸時代切っての奇想の画家で、まあなんていうんですかね、江戸時代の現代アートみたいなもんですね。でこの人よりもしぐちゃぐちゃない描く人多分いないと思いますね。奇想の系譜っていう有名な本がありますけども、まあ、あん中でも奇想っつったらここもうこの人に右に出る人いない。まあ現代的な皮肉な感覚とかね、そういうものをものすごく強く持っている人だと思いますね。神眼について結構難しいです。因があってもダメというようなものもありますから、これお持ちの方で鑑定査定持ち込みたい方はぜひ持ち込んでいただきたいですけど、自分でいいとか悪いとかって決めたところでかなり厳密に鑑定しなきゃいけないですからね。小博ってのはそれだけ近代になって一旦忘れられてから見直されたみたいな物語がありますけども、ただこれだけ贋物が多いところを見るとやっぱり評価一貫してね、我々そのなんていうかな、技術の商人の専門家の間では高かったんじゃないかなと思いますね。そんなことで、絵画骨董買取プロまで曽我小博お持ちの方いらっしゃいましたらお問い合わせください。もちろん買いたい方のご注文も受けたまいりますので合わせてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。